ファンカン類。平野翔の最新 MV 撮影での驚愕の舞台裏。ファンの知らない熱意と努力の全貌。平野翔は日本のエンターテイメント界で輝きを放つ存在であり、彼の最新の MV 撮影中のエピソードはファンとの絆を一層深めました。インスタグラムのストーリーには、撮影中に疲れ果てて床に寝そべる平野翔と騎士ユタの姿が映し出されており、その一瞬の背後には、 最高の結果を目指して全力を尽くすナンバーアンダーライン愛のメンバー全員の努力が感じられます。このような姿を見ると、平野翔をはじめとするメンバーがどれほど真剣に取り組んでいるのかが伝わってきます。忙しい日々の中で、ファンとの交流は彼らにとって大きな励みとなっています。例えば、翔くんがオフショットをくれると約束した時、ファンはその約束を楽しみに待ち、何度も MV を視聴します。 これは単なるプロモーションの一環ではなく、ファンが彼らの努力に応える形でもあります。ファンは、たくさん見てくれたらオフショットをくれる、という言葉に応じて、繰り返し MV を視聴し、その結果、さらに多くのオフショットをもらうことができるのです。翔くんのストーリーを通じて、ファンが感じるのは、彼らの頑張りをちゃんと見てくれているという安心感です。朝からボンボンしているファンも多く、 その熱意と情熱は SNS 上で日々共有されています。翔くんが優しくオフショットをくれることは、ファンにとって大きなモチベーションとなり、さらに応援に力が入るのです。彼の優しさと気遣いがファンに伝わり、ますます彼らの絆が深まっていきます。また、翔くんの優しさは、ファンとのやりとりの中で常に感じられます。高木ブーさんとの交流が記事になった際には、 そのニュースを喜ぶファンの姿が見られました。これは、翔くんがどれほどファンとの関係を大切にしているかを物語っています。彼のストーリーに追加された一言や写真は、ファンにとって大きな喜びであり、その一つ一つが彼らの応援の力となっています。一方で、MV の撮影現場では、メンバー全員が最高の結果を目指して奮闘しています。楽しそうに踊ったり歌ったりする姿の裏には、 数えきれないほどの努力と練習があり、その一瞬のために全力を尽くしています。撮影の合間に見せるリラックスした姿や疲れ果てて床に寝そべる姿は、彼らがどれほど真剣に取り組んでいるかを物語っています。ファンにとって、彼らの頑張りを応援することは、自分たちの生活の一部となっています。仕事や日常の忙しさの中でも、彼らの最新の情報や MV をチェックし、 応援のメッセージを送ることは、ファンにとって大きな楽しみであり、励みとなっています。翔くんのストーリーが更新されるたびに、ファンはその内容を楽しみに待ち、彼らの日常に彩りを与えているのです。翔くんが、朝から CDTV 見返して、たら抜けられなくなった、と言った時、その言葉に共感するファンも多くいました。彼らもまた、日々の忙しさの中で彼の姿を見ることで元気をもらい、 その一言一言が彼らの心に響いています。翔くんの優しさと気遣いはファンにとって大きな癒しであり、彼の存在が彼らの日常に欠かせないものとなっています。オフショットを通じてファンとの絆が深まる一方で、翔くんはその優しさでファンを甘やかすこともあります。彼のストーリーにオフショット待ってるねというコメントがあると、ファンはそれを励みにしてさらに応援の気持ちを強くします。 彼の一言がファンにとってどれほど大きな意味を持つのか、その影響力は計り知れません。朝からボンボンしているファンの姿や、彼のストーリーを何度も見返しているファンの姿は、彼らがどれほど熱心に応援しているかを物語っています。翔くんが新記録もプレゼントしたいと言った時、その言葉に応えるためにファンは全力で応援し、その結果、さらに多くのオフショットをもらうことができるのです。 将軍のストーリーに朝から降る回転で頑張りますとコメントしたファンはその言葉に依えて日々の生活を頑張りながらも彼の応援を欠かさない姿勢を見せています彼の存在がファンにとって大きなモチベーションとなりその一言一言が彼らの心に響いているのですまた彼の優しさと気遣いはファンにとって大きな癒しとなっています彼がオフショット待ってるねと言った時 その言葉に依えてファンはさらに応援の気持ちを強くし、その結果、彼らとの絆が深まっていくのです。彼の一言がファンにとってどれほど大きな意味を持つのか、その影響力は計り知れません。そして、翔軍の優しさは、ファンとの交流を通じて常に感じられます。彼が、お仕事サボり気味だから気がつかなかったけど、と言った時、その言葉に共感するファンも多くいました。彼らもまた、 日々の忙しさの中で彼の姿を見ることで元気をもらい、その一言一言が彼らの心に響いています。オフショットを通じてファンとの絆が深まる一方で、彼のストーリーに推しに甘い私たちだけどオタクに甘い推しというコメントがあると、ファンはそれを励みにしてさらに応援の気持ちを強くします。彼の一言がファンにとってどれほど大きな意味を持つのか、その影響力は計り知れません。 翔くんのストーリーに朝から降る回転で頑張りますとコメントしたファンはその言葉に依えて日々の生活を頑張りながらも彼の応援を欠かさない姿勢を見せています彼の存在がファンにとって大きなモチベーションとなりその一言一言が彼らの心に響いているのですまた彼の優しさと気遣いはファンにとって大きな癒しとなっています彼がオフショット待ってるねと言った時 その言葉に依えてファンはさらに応援の気持ちを強くし、その結果、彼らとの絆が深まっていくのです。彼の一言がファンにとってどれほど大きな意味を持つのか、その影響力は計り知れません。そして、将軍の優しさは、ファンとの交流を通じて常に感じられます。彼がお仕事サボり気味だから気がつかなかったけど、と言った時、その言葉に共感するファンも多くいました。彼らもまた、 日々の忙しさの中で彼の姿を見ることで元気をもらい、その一言一言が彼らの心に響いています。オフショットを通じてファンとの絆が深まる一方で、彼のストーリーに推しに甘い私たちだけどオタクに甘い推しというコメントがあると、ファンはそれを励みにしてさらに応援の気持ちを強くします。彼の一言がファンにとってどれほど大きな意味を持つのか、その影響力は計り知れません。また、 彼の優しさと気遣いは、ファンにとって大きな癒しとなっています。彼がオフショット待ってるね、と言った時、その言葉に依えてファンはさらに応援の気持ちを強くし、その結果、彼らとの絆が深まっていくのです。彼の一言がファンにとってどれほど大きな意味を持つのか、その影響力は計り知れません。朝からボンボンしているファンの姿や、彼のストーリーを何度も見返しているファンの姿は、 彼らがどれほど熱心に応援しているかを物語っています。翔くんが新記録もプレゼントしたいと言った時、その言葉に応えるためにファンは全力で応援し、その結果、さらに多くのオフショットをもらうことができるのです。翔くんのストーリーに朝から降る回転で頑張りますとコメントしたファンは、その言葉に依えて日々の生活を頑張りながらも、彼の応援を欠かさない姿勢を見せています。 彼の存在がファンにとって大きなモチベーションとなり、その一言一言が彼らの心に響いているのです。また、彼の優しさと気遣いは、ファンにとって大きな癒しとなっています。彼がオフショット待ってるねと言った時、その言葉に依えてファンはさらに応援の気持ちを強くし、その結果、彼らとの絆が深まっていくのです。彼の一言がファンにとってどれほど大きな意味を持つのか、 その影響力は計り知れません。